オープン場の電子航空券控えの例オープン場とは、往復、周回航空券のうち、往路と袋の発着地が片方、または両方別の地点となる航空券のことを指す。和訳すると、開いた顎となり、航路がそのような形になることから付けられた。この場合、航空券に含まれていない区間の運送の代金は、搭乗客が別途支払うことになる。 普通運賃の場合、以前は同一国内を発着地としない場合は往復とみなさなかったため、往復の出発地と到着地が別の国となる場合、オープン上の区間も航空機を用いたとして、マイルを通算するみなし計算を行う場合があったが、規則改正により、オープン上を用いた運賃区間が2旅程であり、かつ地上輸送機間の距離が往復の運賃区間の、 短距離に当たるものより短くならない場合に限って国が分かれていても往復として計算が可能となった。サーフェイス部分で往路と袋に分け、1、2直行往復運賃で計算する。なお、サーフェイス部分も運賃計算に入れる場合もある。正規割引運賃や格安航空券の場合、オープン上に関しては、ストップオーバー同様に制限がかけられていることがある。 ありがとうございます。